戻れます、姉子。あの、姉子。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回は、お、姉子だ。姉子、聞いたよ、ガロンから全部ね。ったくガロンのやつ、余計なことを。まあいいさ。それで、あいつがよこしたヒントってのは？そうかい。その青いブロックの作り方をあんたに教えてきたんだね。そうか。ひょっとしたら、ガラヤ地方にラライが倉庫として使っていた建物があるんだ。そこでそのブロックを使えば、何かわかるかもしれないよ。アイナ、その青いブロックを持って、雪のガラヤのラライの倉庫を調べてきておくれ。コンパスに目的地が表示された。え、それは、どの扉の先？どうだい、アイナ。ラライの倉庫には行ってきてくれたのかい？ガロンに何を聞いたか知らないが、昔の話さ。気にするんじゃないよ。さあ、アイナ。まずは緑の扉の先でラライの倉庫を探しておくれ。緑ね。もう最初から言ってよ。そこでブルーブロックを使えば何かが起きるはずだよ。どれぐらい持っていけばいいんやろ。違う違う違う。でも一回分じゃ足りんかな。あ、あった。ブルーブロック。二回分ぐらい作ってく？まあ一応、道具に、作業台というか、これね。道具の中にあれは入れておくから、いつでも作れるようにはしておこう。アイナ、私は信じてるわ。あんたと姉が組めばすごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いもいよいよ大詰めね。私でよければいつでも手を貸すわよ。どうなの、アイナ。私の力が必要かしら。必要。うふ、そう言ってくれて嬉しいわ。さあ、アイナ、一緒にお出かけしましょう。さあ、あとの二人も。どこだ、温泉？やっぱりね。アイナ、お前には頼ってばかりですまねえが、姉子のことよろしく頼むな。さあ、もうここまで来たんだ。俺だってやるときやるぜ。どうだ、素材集めや魔物退治に俺の力が必要か？必要。ただ、途中で頭が痛くなるかもしれねえ。遠くには行き過ぎないようにしようぜ。そしてあと一人。マイラとガライアの地には、たくさんの強力な魔物たちが住んでおる。噂では、4体に巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだ。と、そんな話はともかく。どうだ、アユナ、わしの力が必要か？必要。うん。最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ずなんとかなるであろう。よし。じゃあ3人で、緑の扉って言ったよね。緑の扉の先で、ラライの倉庫。ここか。旅立つ。さあ。あ、またあっちの方向か。じゃあ私がぶっ壊した道を、ぶっ壊した道というか、ぶっ壊して作った道を進んで行こうではないか。さあ。は。おお、結構なダメージを受けた。みんな結構なダメージを受けたんじゃないの？ここまっすぐ突き進んでいけばよろしいわけね。オッケー。さあ、行くよ、みんな。へいへいへい。あ、今回はガーゴイルに気づかれんかったね。あいつ眠らせてくるから厄介なんだ。まっすぐまっすぐ、ひたすらまっすぐ、でいいんだろうね。私はもう定期的にチェックしないと、すぐに迷子になるから。でも思ったんやけど、このビルダーズで、あんまり迷子になってなくない私。イエーイ。いい感じだ。いい感じだって言い出したら私は行き詰まるんだよ。ほら、行き止まりじゃねえか。この山の上に登っていけばよろしいのかしら？はい。ブロックブロック。木のブロ、あったあった。じゃあこれを、木じゃねえわ。土だし。じゃあこれ取り出して。はい、みんな。登れねえ。あ、これブルーブロックやし、やべえ。はい、みんな行くよ。こっちでいいんか。はい、みんな行くよ。え？みんな。そっち？
うわ、ちょっと待って。え、そっちっすか。ちょっと待ってね。ちょっとすごいびっくりしたんだけど、私。え、みんなどこから登ってきたの？こっち？え、どこよ？これ？あ、もしやこれっすか。そういうこと？なるほどね。わかった、わかった。オッケー、オッケー。はい、来て。どんな着方でもいいよ。ん？来れてないんじゃないだろうね。あ、来た来た。あ、みんな来た。よし、オッケー。はい。こっちこっち。落ちたでしょ、今。何をやってるんだい。うん、そこ。いや、私そっちから行けないんだよ。ちょっと待って。じゃあこっち向きに作るから、はい、早く。ほら、早く来て。はい。はいはい。こっちだよ。ん？あと一人来てないけど。ほら、早く来ないと置いてくよ。あ、来た来た。なんかこういう時さ、一人やったらもっと早く行けるのになぁと思ってしまう。んで？あ、あっこだ。どれ？あの、これだ。この塊。あの作業台があるとこ。ここで？ん、あ、この中。何これ？あ、これはただの岩か。あ、入り口。この中に。何これ？ブルーブロックを持つ者は弱き者を地に描け。持たざる者はここより立ち去れ。ブルーブロックをここに。お、これは、なんとなくわかるぞ。こう敷き詰めていけば、じゃあ君たち邪魔だから出ようね。出てくれるかな。ほ、ほ。埋めるよ。埋めるよ。ほら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 。埋め立てるよ。邪魔だって。君邪魔だって。ほらほら。こういう時もさ、なんかすごい邪魔だしさ、しっかりしてよ。え、なに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 ？宝の番人？どれ？うわ、なんかいっぱいいるんだけど。ちょ、ここ狭いんだからさ。うわ、待って。あー、ちょ。ここ狭いんだからさ、あんまり暴れないでいようよ。よし。あ。お。でもこういうね、戦いの時はすごくいいんだけど。私はアイテムを回収していくっていうね。うわー、ごめんなさい、ごめんなさい。これ看板だし。お、やった、宝の番人倒した。ついでに看板もゲット。こいつはアイテム落とさないのか。で、なんか宝箱が光り輝いたぞ。アユナは宝箱を開けた。なんと、マシンパーツのメモを見つけた。マシンパーツのメモを手に入れた。アメリダから依頼されたマシンパーツのメモを準備できた。お、マシンパーツをひらめいた。不思議な形をした機械の部品。なるほど。これで依頼は、クリア。弱き者とはスライムのことだったんだな。まあでも大体わかるよね。よし。それじゃあ、キメラの翼を使って帰ろう。キメラの翼を使って拠点に帰ります。シュバッと。はい、ただいまー。んーで、姉子。お？お、なんか姉子外にいるんだけど。姉子、あ、帰れなくなっている。はいはい。おお、ラライの倉庫からマシンパーツのメモを見つけてきたんだね。早速私に見せておくれ。渡します。全然違う方向やけど。そうか。これがあれば魔物の親玉を倒す最強の兵器が作れるってわけだ。それにしても情けない話だね。結局は最後まであいつの発明に頼っちまった。自分で殺した相手なのにね。その殺したっていうのは本当になの？あいつの研究のことは何度か話したろ？あいつはね、炎と氷を合体させる研究に自分の全てを捧げ切っていたんだ。けどどうやっても発明は完成しなかった。炎と氷の融合なんて人間の力じゃ無理だったんだ。あいつは身も心もボロボロになって。
でも私はただ見てることしかできなかった。その時さ、目の前に竜王が現れたのは、直接竜王はラライにこう言った。もし味方になれば人を超えた知恵を与えようって。ラライはその誘いに乗った。竜王の問いにはいって答えたんだ。皮肉なもんだろ。もともとは竜王軍を倒すための発明だったのに、自分の発明に没頭するあまり最初の目的も何もかも見失っちまったんだ。私はあいつを見ていられなかった。あいつは完全におかしくなっちまってた。だから私はあいつを、ララエを殺したのさ。それで死んでまたまともになったってことかな。クエストコンプリート、エネルギー物質。戻れます、姉子。姉子、私がちょっとじゃあそこ踏んづけたから今のうちに。何やってんの、ちょっと待ってね。帰ってくる時を見計らって、はい、今だ、行け。そこか、ちょっと待ってね、一番端っこね。じゃそろそろ、待って、そっち行く、あ、そっち行く、ちょっと待って、はい。もういいよ、私帰るから。姉子頑張って帰ってね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ちょっと誰か姉子を助けてあげて。